皆さん、おはようございます。上野貴子の俳句 TV、 今朝の一句をお届けいたします。今日は東京地方は晴れという予報が出ております。まあね、このところ本当に寒くて、なんかね、にこのところ観測またね、史上が記録されているようで、氷点下30度を超えるような寒さがね、北海道の方では来ているようですけれども、まあ東京は晴れというふうに予報が出ております。でも寒い一日になりそうですので、今日も、風にはお気をつけください。それでは今朝の一句、松尾芭蕉の俳句をご紹介したいと思います。芭蕉は生涯に1000句余りの句を残したと言われているんですけれども、その中から毎朝一句ずつご紹介していきたいと思います。それでは芭蕉87番目の句をご紹介いたします。なりにけり、なりにけりまで年の暮れ。なりにけり、なりにけりまで年の暮れ。1677年、芭蕉34歳の時の句です。それでは解説してみますね。今年もまた、なるべきようになり、ここまでになったのだ。そして、この年も、また暮れようとしているなぁと芭蕉は読んでいるのではないかなと思います。今日のこの句なんですけれども、割と今日の句はリズムでね、調子よく、整えられている句かなと思います。まず上語がなりにけりで5文字で始まっております。そして中七、また同じようになりにけりまでというふうに7文字で、同じリフレインみたいな形になって7文字で収まっております。そして下語、としのくれということで、下語これも5文字できっちり収まっております。ですから今日の句はなりにけり、なりにけりまで年の暮れということで、リズムの方は、きっちりと17文字で、リフレインのような形ですごくこうリズムのいい、調子のいい句にまとめてありますね。中身はと言いますと、季語は年の暮れというね、大きな分かりやすい季語が来ておりますので、年末年の暮れ冬ということになりますよね。そしてこのなりにけりというね、なるという言葉を重ねて使っていらっしゃるんですけれども、文字としてはこういうごくごく今でも使うなりにけりという、こういうごくごく今でも使うなるという字ですね。聖なるという字です。これでなりにけり、なりにけりまでというふうに語呂合わせで続けております。なりにけり、じゃあなりにけりってなんだっていうことになるんですけれども、なんかになったっていうことですよね。なったんである、なったんだな、なったんだっていうようななんかそういうなるなるなるって続いてるわけなんですけど、まあ、なるっていう言葉は、今でも使っているこの性ですから、意味合い的には成就する、成し遂げるというような意味がありますよね。で、下語に年の暮れと来ている。これは、一年間のことを芭蕉が、思い返して読んでいるのかなっていうふうに考えられると思うんですね。年の暮れに今年も一年間こんな風になりました。
まあまたなるようになった。そしてなさなければならない。まあなるようになって、なればなるよ。今で言う、なればなる、なるようになるってありますよね。なるようになるさ。なせばなる。なさねばならぬというような何事もみたいな、ことわざもありますけれども、場所はここで言いたいのは、そういう意味じゃないかなと思います。なせばなるみたいな形で、年の暮れですから、一年間を思い返して、なんとか自分がね、こうなって一年間の間、自分は目標をこういうふうに立ててきたんだけれども、一年間の間にやっとこうなりました。それじゃあ来年も、またこうなってやるぞ、またこうなるぞ、っていうような希望、それから年末特有のなんかね、一年間やっとここまで来て、場所も旅から旅の、ちょっとこうね、徘徊にもう足を突っ込んで、そういう不安定な旅から旅の生活を、しているわけなので、まあそういう江戸時代の方ですけれどもね、やはりそのなるようになるさみたいな感じ。まあ昔の方はね、どんな風に思われていたのか、ちょっとね、時代背景もあって、まあ場所はお坊さんですから、まあどんな風に悟りをね開かれて、年末に何かこうどういう思いで書かれたのか、深い意味合いまであるのか、ちょっとね面白い句なんですけれども、なんかこう人生の哀愁みたいなものも感じますよね。ですから年末ですから、結構なるようになるさというような意味合いもあるのかなと、このリフレインのね、言葉の繰り返しからもたらすちょっとしたこうニュアンスですよね。そこで、なりにけり、なりにけりまで、なりにけり、なりにけりまで年の暮れと言ってるわけですから、こんな風に なってしまった、またなるようになるさ、なせばなるさっていうことだと思うんですね。だからこんなようになるっていうその言葉が、成就っていうような意味合いもあるので、なせばなる、なさねばならぬ、何事もなんていう言葉があるわけですから、なる年の暮れでここまでになったんだっていうような、ちょっとしたその満足感みたいな、安心感みたいな意味合いも感じますよね。なりにけりなので、そしてなりにけりまでというふうにまでと来てますから、もうここまでになったんです、ここまでになったんですよっていうような、またここまでなればいいじゃないですか、1年間ここまで成し遂げたんだから、また来年もここまで成し遂げられますよきっとっていうようなね、そんなようなどっかこう希望のようなもの、満足感のような、成就したというようななす、なるという言葉なので、意味合いが感じられると思うんですね。今日の句は、そんなような、ちょっと徘徊味のある、リフレインで、言葉のニュアンスがすごく、面白く、場所が組み立てられている句かなと思います。そして、年の暮れ。という記号を持ってきておりますので、ちょっとしたこの人生のね、悟りのような哀愁のようなものも、含まれていて、深みが出ている、そんな句かなと思います。リズムもきっちり五七五ですのでね、なかなか面白い、楽しい俳句らしい句かなと思います。それでは、最後にもう一度今朝の一句をご紹介したいと思います。場所を87番目の句です。なりにけり、なりにけりまで年の暮れ。なりにけり、なりにけりまで年の暮れ。1677年、芭蕉34歳の時の句でした。
それではまた明日。バイバーイ。さよならー。